大な禁じられた地、押し寄せるモンスターの群れに大地に覆う異常気象、そしてまだ見ぬ生態系、仲間たちと壮大な物語を紡ぎ、圧巻の資料探検へ突き進め。頂点同士の狩りが来る。モンスターハンターワイルズ、2月28日の資料解禁、予約の店で。あ、いや、スペシャルイベント、アンジェさん、こんにちは。よろしくお願いします。たくさんの方にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。これからプレイステーションブースにてスペシャルステージを始めていきたいと思いますので、ぜひともですね、後方通路がありますので、もうちょこっとずつご協力お願いできればと思います。前の方の方ね、もう少しギリ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 と詰めると、もうちょっと多くの方に見ていただけるかなと思います。ご協力ありがとうございます。ということで、プレイステーションもっと楽しむトークなのに、プレイステーションプレゼンツプレイプレイプレイ、今回はここ東京劇場プレイステーションブースから特別なスペシャルライブバージョンをお届けしてまいります。東京劇場もいよいよ最終日となりまして、大盛り上がりの様子です。今回もね、一緒に皆さんと楽しんでいけたらなというふうに思います。 MC を務めさせていただきます、松島あずれと申します。よろしくお願いします。それでは早速参りましょう。今回ピックアップするタイトルはこちら。今年の東京ゲームショーで大きな注目を集めるモンスターハンターシリーズの最新作、モンスターハンターワイルズです。モンスターハンターワイルズをご紹介いただくのこの方々、よろしくお願いします。je pense que les développeurs logiqueはい、じゃあそれではですね、本日のゲストの皆様ご紹介させていただきます。モンスターハンターワイルズプロデューサーの辻本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてエグゼクティブディレクター兼アートディレクターの藤岡さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてディレクターの徳田さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。すごいたくさんの方々に、ありがとうございます、集まっていただきましたけれども、今年の制作発表から世界中で話題となりまして、で発売日も発表されまして、はい、ますます注目を集めていますけれども、どうですか、こう目指すところについてどこまで実現したいというのはありますか。そうですね、今までで一番面白いモンスターハンターを割れるように頑張って作ってます。本当にどんどん進化していますし、はい、できることだったりとか新しい要素も増えているかなというふうに思いますので、はい、今日そのあたり見せていただけたらなというふうに思いまして、はい、藤岡さんはアートディレクターの視点からすると、なんか一体こういうところがおすすめだよみたいなことあったりしますか。そうですね、ゲームアクション部分もそうなんですけど、とにかく途切れのないアクションゲームっていうのを目指してて、そういう面でも没入感がある、ゲームになってますし、ストーリーの方もそういったところをちゃんと後押しするような没入感がある世界観を描こうとしてますので、その両面しっかり作り込んでますので、ちょっとそこを楽しみにしていただけたらなと思ってます。わかりました。今日ちょっとそこら辺も存分に、はい、見せていただけたらと思いますけど、はい、徳田さんはここでプレイされた方もタック結構いらっしゃいますよね。まあ、メディアだったりユーザーだったり、リアクションはどうでしたか。そうですね、今回出展しているモードが、ボス同士悪魔の討伐を目指すフィールドのモードと、あとは冒頭のストーリーを切り出したストーリーモードというのがあるんですけども、このストーリーモードの方も、久しぶりにモンハン遊んだよって方だったりだとか、初心者の方だったり、またストーリーを期待されている方たちから非常にご好評をいただきまして、開発としてはすごく新しいチャレンジだったんでホッとしています。確かにそうですよね、そのストーリーの部分だったりとかもいろいろ気になるポイントありますので、今回はちょっとね、またいろいろと教えていただければと思います。本当に連日大盛況の中、本当に期待値も高まっているところであろうということなので、そうですね、実機プレイを交えて存分に魅力を伝えていきたいと思います。それでは早速始めてまいりましょう。はい、さあ、では早速ですよ。先日公開がありました。まず冒頭の部分、これ今回ですね、ストーリーのところ、はい、かなりこだわって作ってますので、そこをちょっと感じていただけるようなシーンが入ってたりしますね。はい、でこちらがですね、今回ですね、かなり多くの NPC キャラクターが出てきますので、それは一部をちょっとお見せしているシーンもあるんですけど、そういう、仲間たちのこのモンスターワイルズ
ストーリーに関わっていって、展開していくみたいな感じなんですね。はい、そしてこちらが新しい、になります。こちらが井の森です。井の森、はい、後輩期の時はすごく水が赤くて、まあ、それをその赤い水をして、まあ、火の森と言って。なるほど、はい、今映像に出てるのは異常気象ですね。集中豪雨が降って、まあ、赤い水の、まあ、水量も上がってるし、まあ、濁流のような、流れを、まあ、非常に強い流れになってますね。一つのマップを撮ってもこう状況が変わっていったりとかで、景色もすごく変わったりとかするってことですね。ここが今北条区になります。で、先ほどのこの濁流がその赤い成分を 流して、はい、で澄んだ状態に一回なるっていうので、まあ、日の光も、差し込みますし、その水も青く綺麗な澄んだ状態になる。かわいい。アイルがもちろんいます。これもストーリー遊んでもらうとエピソードとして出てくるところなので、まあ、アイルたちをちょっと救出するようなシーンに、この今回新モンスターをね、ケマトリスですね、はい、ストーリー遊んでもらうと喋る可愛さが感じていただけると思います。そうですね、アイルが喋るっていうのもすごく新鮮。